それではここで今年の花火の祭典夏で公募させていただきましたネーミングライツ尺玉に曲名が決定したことを受けまして、お披露目の打ち上げを行いたいと思います。それでは打ち上げます。尺玉、曲名夜空の珊瑚礁です。尺玉、曲名夜空の珊瑚礁でした。いかがでしたでしょうか。ネーミングライツのために新たに込めた尺玉に名前がつきました。今後この尺玉は菊屋小幡花火店が打ち上げるときには夜空の珊瑚礁という曲名として打ち上げられることになります。2015年ツインリンクもてぎ花火の祭典もいよいよ打ち納めです。2015年は皆様にとってどんな1年でしたか。皆様一人一人の胸の中に今年1年のさまざまな出来事がこれから打ち上がる花火に合わせて思い出されるのかもしれません。そんな2015年もあと数時間で新たな年へと移り変わります。今年最後の花火にぜひ2016年にかける新たな思いを乗せて元気いっぱいに新年を迎えてください。それでは皆様の新たな年への旅立ちの無事を祈って第2部ボンボヤージの始まりです。Ourselves in changeable times, every
これをもちまして、2015年ツインリンクもてぎ花火の祭典冬、夜空一面の打ち納め、上がる花火に福来たる、ツインリンクもてぎ花火の祭典ファイナルは終了とさせていただきます。本日、素晴らしい花火をご披露いただきました、菊屋小幡花火店の皆さんに、どうぞ盛大な拍手をお願いいたします。